東京と大阪550キロをつなぐ日本の大動脈。年間1億6800万人が利用する東海道新幹線。次の名古屋には6時48分。世界に類を見ない安全性と快適さを支える仕事、パーサーの知られざる姿に迫ります。新大阪の駅にやってまいりました。時代とともに変わる新幹線、そのサービスを支えるパーサーの皆さんは、実はこの新大阪の駅の中にいるんですね。潜入取材です。東海道新幹線の西の玄関口、1日8万人が利用する巨大ターミナル、新大阪駅。駅の片隅、この扉の向こう側にその舞台があります。どうもこんにちは。CBC の大石と申します。はじめまして、吉永と申します。吉永さん、現役のパーサーさんなんですか？はい、今乗務しております。案内してくれるのは吉永咲さん。車内をくまなく巡回し、乗客の困りごとにも対応するパーサーと呼ばれる乗務員。吉永さんはこの道9年のベテランです。ここはなかなか来られない場所ですよね。ここ、そうですね、ここは本当に秘密基地みたいなエリアになっているので、乗務員たちしか入ってこれないエリアになります。ここは普段決して目に触れることのないパーサーの拠点。ちょっとこんなところに大きな鏡がありますけども、はい、ちょっとでも不潔のところが見えてしまうと嫌な印象にもなってしまうので、はい、見られる仕事なのでそこは気をつけてます。身だしなみに厳しいパーサー、はい、あと、はい、こんなものも。ここに、あら、靴磨きが。これも靴磨きですか？はい、そうです。出発する前にここでみんな足をきれいにして、靴をピカピカにして出発してます。JR 東海のグループ会社で働くパーサーはおよそ600人。始発や終電を担当するパーサーのためにこんな部屋も。時計が2つありますけど、これどういうことなんですか？はい、これは時間に厳守しなきゃいけないので、はい、必ず目覚まし時計を2つっていう決まりがあるんですよ。はい、例えば吉永さんだったらどこに置きます？私は、はい、必ず置けなきゃいけないので、はい、1つはここ、ここに置いて、1つはこっちに置いて、ここに置いて、はい、ちょっと距離を出して。そうなんです。めんどくさい。パーサーの拠点は東京駅と新大阪駅にあり、出発前と到着後、手荷物のチェックやサポートが必要な乗客の情報などを共有します。はい、9336A は10時33分入線、39分発車27番線からです。本日多目的室新大阪品川での対応が入ってますのでお願いいたします。ただし駅員さん来ませんのでね、会場施錠だけお願いします。次から次へとやってくるパーサー。これから乗務する列車の出発時間や身だしなみなどを細かく指示しているのは遠藤由紀さん。心がけてることって何ですか？時間ですね、狂ってしまってはいけないので。午前6時から午後11時49分まで1日378本、それでも1本あたりの遅れはわずか12秒と世界有数の正確運行を誇る新幹線を預かるとあって、プライベートも時間に極めて厳しくなるそうで。ちなみに、はい、遠藤さん、私生活は時間通りに動いてますか？はい、癖づいてますね。癖づいちゃうんですね。はい、早め集合、はい、してしまいますね。一方こちら、入社1年目の結城萌香さん。もともとパーサーを志したきっかけは、あの業務への憧れでした。接客とかするのがすごい好きだったので、それでワゴン販売やりたくてこの会社に入ったんですけど。タイミング悪い。そうなんです、うんうん、東海道新幹線では去年
60年続いた車内のワゴン販売が終了。とてつもない硬さが人気だったすごい硬いアイスはワゴンから駅のホームに売り場を移しています。スプーンは入るけどそれなりに硬いよ。わあ、おいしい。ワゴン販売が終了した背景には駅周辺に飲食店が増え売り上げが低下したことに加え多くの業種で深刻化する人手不足も。正直申し上げましてやはり厳しい状況でございます。ワゴン販売は終わりましたが快適さや安全性にさらに磨きをかけています。世界最高の接客サービスがあるということをですね前面に打ち出して、まあ、そこ のやりがい魅力に感じていただける方がたくさん来ていただければなというふうに思います。はい、その訓練の場がこれはこれはちょっとなんか新幹線の車内のようになってますね。はい、これはどういう場所なんですか。ここはモックアップ室といって、はい、新幹線の車内を想定して研修をする場所になります。ここではグリーン車向けに始まった新たなサービスの訓練を行っています。ちょっと今ここでやってみてもよろしいですか。はい、お願いします。じゃあお席ご案内させていただきます。いいですか、憧れのグリーン席。乗客はスマートフォンで欲しいものを好きな時に注文できるように。おお、ホットコーヒー行こう。失礼いたします。いや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 、オーダーしてもう本当5分かかんないぐらいで来てくれましたね。はい、乗ってすぐ富士山が見える前などお客様が欲しいタイミングでご注文いただけるということがメリット。あとは私どもも余裕を持ってお客様のところに持っていけるっていうウィンウィンなのかなって思ったりします。最高のおもてなしを目指すパーサー、変わったところは他にも。さあ、私特別に今日はパーサーの制服を着させていただきました。制服も去年リニューアル。なんかおしゃれですね。そうなんです、外資系のホテルをイメージして作られた制服でございまして、はい、こだわりがあるってことなんですか。はい、こだわりがたくさん詰まった制服でございます。はい、すいません、どなたですか。申し遅れました。はい、私大阪列車営業支店でインストラクターをしております恩寺アンナと申します。どうぞよろしくお願いいたします。恩寺さん、カメラ目線が過ぎる。恩寺さんはこれまでに100人以上のパーサーを育てた教官。早速大石アンカーマンもパーサーとしては NG なところが。とてもおしゃれで素敵な髪型なんですが、はい、ちょっと遊ばせすぎていると言いますか。仕事中はもうプロとして自分がしたいおしゃれっていうのは封印していただいております。早速見習いパーサーとしてグリーン車にコーヒーを運ぶ業務を体験しますが、はい、いらっしゃいませ。ちょっと違います。いらっしゃいませ。何でしたっけ。お客様の空間にお邪魔させていただきますという意味を込めて、はい、失礼いたします。失礼いたしますですよ。はい、こちらに置かせていただきます。はい、では良い旅を。ありがとうございます。失礼いたします。なんとかやりきった大石アンカーマン。おい、どうですか、どうですか、どうですか。どこがどう問題でした。そうですね、はい、まず入室の時からちょっと何点かございますが。何点もありました。何点かございました、はい、ちょっとか、はい、まず挨拶失礼いたします。その後はどうするんでした。次はカートの資格の確認でコーヒー注いだ時です。あ、そうです、手を離すな、はい、との一歩。パーサーはこうした研修を何度も繰り返しより良い接客を学んでいきます。離さずに蓋を閉めます。機上だけではなかなかイメージできないこともありますので、はい、実際の車内に乗って先輩に付きっきりで教えてもらう。ぜひ揺れる車内で体験していただけたらと思います。それは動いてる新幹線の中で。そうでございます。ということで、この新大阪で今日の営業を終えるこの新幹線にこの後特別に乗車させていただきます。
そしてパーサー体験をさせていただくんですけども、やってきたのは新大阪駅のホーム。失礼しました。おー、なんかお客さんではなくてパーサーとして乗るこの新幹線、心持ちが全然違いますね。営業後の回送列車を特別に貸し切りにしてもらい、パーサーの体験を行うことに。グリーン車に座るのは万次長。スマホで注文するのは新幹線で出張すると必ず飲むというコーヒー。注文が入りました。あ、はい、10号車の13番 C 席のお客様にホットコーヒーをお届けしてください。承知いたしました。失礼いたします。今回体験した業務以外にも車内アナウンスや不審物への対応、さらに海外からの乗客の案内など、車内で起きるあらゆることに対応しなければならないパーサー。いやいかがでしたか。いや、もう今日あれだけの研修を終えて、はい、すぐにこれだけ対応できる、はい、素晴らしいです。あ、拍手です。あ、ありがとうございます。次長は太鼓判でしたが、指導役の恩司さんは、まあ、細かく言っていくともう多分朝までかかってしまうので朝までかかってしまうのであれなんですけど、はい、どれ一つかけてもパーフェクトなサービスとは言えませんので、ぜひパーサーの動き見ていただいて、またサービスを極めていただけたらなと思います。高速化、大量輸送で60年、日本の経済をも支えた東海道新幹線、還暦を迎えてなおより快適でより安全な足として進化を続けています。パーサーは JR 東海リテイリングプラスの恩司が終点東京までご案内いたします。